ビビビ、徹子の気まぐれ TV、ビビビ、始まります。こんにちは。皆さんこんにちは。今日はたくさんお洋服並んでますけれども、こちらですね、徹子の部屋にもね、何度もいらしていただきましたけれども、はい、森英恵先生、残念ながらね、96歳でしたかね。随分若かったですね。もうつい最近まで この時もね、あのご家族でいらしていただいた時もね、あのお元気そうでしたけれどもね。で、森英恵先生のお洋服はもちろん徹子さんはもう大好きで、特にそのオートクチュールのデザイナーになるっていうことはものすごく大変なことなんですね。オートクチュールのお洋服っていうのはもうアートなんですね。ですから森英恵先生を中心として縫い子さんもはじめその染色する人、いろんな人たちがもうアートとして作った洋服をファッションショーで紹介して着たいっていう方のサイズに合わせて作り直していく。僕は思いますに、今後もアジアからはもうパリのオートクチュール協会に入れるデザイナーが出てくるのは難しいんじゃないかなって、もう唯一無二の方だろうなって思います。とっても残念ですけれども、まあ、こうやってね、作品としてこう残っていくわけですから、今回は徹子さんの持ってらっしゃる森英恵先生の作品の一部ご紹介させていただこうと思っております。まずそちら今お召しになってらっしゃいますけれども、はい、それは大好きですか？大好きです。これはね、何かの番組の時にもねお召しになってますね。これこんな感じで、あ、そうね、これね、エジプト展かなですかね。そうですね、エジプト展かなんかを紹介する番組に出た時に、紹介した時にお召しになってるんですかね。日本的なものがいいかなと思って、うん、森英恵先生のね特徴のこのシフォンのプリントのこの日本のあの置物のような柄っていうのを、あと蝶々とかね、代表的なその森先生のデザインのものなんですけど、これはね、あの京都でシフォンに染めて生地を作るんですけれども、ものすごくこれには時間がかかるって お伺いしたことがあります。すごいな。で、例えばこの生地でも、今徹子さん着ているデザインのものもあるし、同じ生地を使ってこの上にあのビーズを全部刺繍して総ビーズでこの柄で作ってるお洋服もあったりとか、そのコレクションの代表的なこうテキスタイルになるわけですね。例えばこの時はわー、綺麗。これ、うん、まずこれがこうバラのちょっと絞りのような感じのね、本当ね、素敵なお洋服にこうショールがついていて、こういうあの2段階にこう染めてる感じですね。綺麗ですよね。ほら、みんなですもの ね、 うん、これがあるかと思えば、こちら、こちらはビーズ刺繍、同じテキスタイルで、色違いですね。で、こうお袖がついてるドレスで、そしてここにね、ビーズ刺繍、ここが 全体的にこう前身頃が全部刺繍になってます。バラの刺繍になって綺麗ね。でもう一着あるんですよ、これ。本当だ本当だ。今度は半袖。本当だ。これ色違いですかね、もしかしたら。もしかしたらそうかもしれない。徹子さんはバラのお花がお好きですから、とっても気に入ったんでしょうね。それでこう、あの三つね作っていただいたんでしょうね。そうね。うん、いかに森先生の洋服は外国人の女の人が好きかっていうと、私ニューヨークにいた時に、ワシントンに天皇陛下がいらっしゃったのね。それでお呼ばれした外国人の方たちがいっぱいいらしたんですけど、ほとんどのアメリカの女の人が森英恵さんのお洋服着てらっしゃる。そうですね、うん、森先生はね、そのパリに行かれる前にニューヨークが先だったんですよね、うん、でニューヨークでものすごく受け入れられて、それからパリの方のオートクチュールの方に行かれるんですよ ね、 本当に森先生がの洋服を着てアメリカ人はこれぞ本当にイブニングだって言ってね、みんな喜んで着ていました。そして今ここに飾ってあるお洋服、真ん中のも写真のビーズのね、綺麗なお洋服がこちらですよ。本当だ、うん、すごい。これね、全部刺繍。そうですね、ここのところがこうパールビーズがこう刺繍してあって、でこうクリスタルなんかも入ってますね、うん、で竹ビーズ、こういうところがとっても洒落てるんですよね、うん、刺し方が。でここわかりますかね、こう見ていただくとね、こう幾何学模様の麻の葉模様の形で刺繍がしてあるんですね、うん、綺麗。そしてその徹子さんの後ろにあるお洋服がこちらですね。これ私はどういうことになっちゃってるんですか分かんないですけど、
これちょっとこう家紋のような感じなんですかね。そう、でもそれ着ると胸はこういう風になるっていう、うん、森先生のね、蝶々ですね、蝶々が大胆に。でこれもほら、上はシフォンにプリントしてあって、下はサテン、シルクサテンにこう刺繍して2枚重ねるとこう破って見えるっていう、ずれてね、うん、綺麗、ちょっと涼しげにも見えて、素敵。ここはシルクのオーガンジーで作ってリボンで、背中がばっくり開いてます。本当ね、私知らなかったわ、こんな開いてるのって。でも結構背中開いてるお洋服お好きでしたよね。割と徹子の部屋の昔の、ね、出てくると背中開いてるお洋服お召しになってる。随分これリボンみたいに綺麗になってるの ね、綺麗ですよね、可愛い。で森先生の洋服ってどんなお洋服でもこうなんかこう品がいいって言うとおかしいけど、うん、品格みたいなものはね、大事にしてすごく、だからどこに行っても本当に気遅れすることもなく、堂々としていられるっていう感じの ね、うん、お洋服ですよね。そしてまあ先生はね、徹子さんのインスタグラムに書いてあったけど、蝶々をモチーフにして絶対にデザインをしていくんだっていうお考えだったんでしょ、うん、あの初めに日本製の安っぽい蝶々が1ドルでニューヨークに売ってたんですって、なんかスカーフみたいなものが、うんうん、いつかこれをあの世界の蝶々にしてみせるって誓ったっておっしゃってたから、へえ、すごいですよね。これこそこうニューヨークとかの時代のお洋服かなって思うんですけれども、うん、ここにね、花江森ってプリントが入ってるんですね。本当だ、あ、本当だ、知らなかった、ここもそうだわ、花江森って入ってます、綺麗ね、本当に蝶々みたいな感じで、うんうん、ちょっとこっち持っていただいていいですか、どうぞ。こんな感じですね。このね、フリルのこのシフォンのこのフリルのところも素敵ですよね。本当、緩やかな、後ろも綺麗だよ、後ろもちょっと、はい、後ろはもう広げたら全部蝶々。いやでももうこれはパーティー会場でもね、まあ、華やかでね、ご覧になる方もこうウキウキするし、かといってこうなんかやりすぎな感じはないから、とってもモダンでなんか上品な感じがしてね、じゃあ森先生らしい。ちょっとあの着せてみてみたいものありますか。これはね、私ものすごく好きでね、ベストテンが始まる時に来たんです。これね、写真がありますよ。そう、それで最後の写真じゃないけど、これですよね。そうです、そうです、これちょっと色が変わっちゃってますけど、写真のね、そう、これがそうです。これが綺麗ですよね、このひらひらの中が2色になっててね、こう袖がここまで、袖が来て、そこからひらひらになっててね、ピンクと両方でこう、すごい。で中は同じプリントでシルクのサテン、本当ね、シルクのサテンのインナーが入っていて、その上に同じプリントでシフォンにプリントしてある、それが重なるんでこうちょっと透けて見える感じで、ね、とっても上品じゃないですか、透けて見えるって。 そうね、そしてですね、このお洋服もありました。あ、これはね、私大好きだったの、秋のこれですね。そう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 、ススキとか七草ですかね、あ、七草ハギとか、そう、うん、ススキがあって、ね、秋でしょうか、それとも春でしょうか、あ、秋ですよね、ススキがあるから、ね、うん、で肩のところはスモーキングがしてあって、ここのところスモーキングがしてあって、ね、で後ろもこんな風にスモーキングして、ね、後ろもスモーキングしてあって、でここに金箔がこうなんていうの、ね、飛んで、飛んで飛んで飛んでっていう感じで、お袖もそうね。あと、はい、こちらの何かお話ししてますね。この頭が私どういうことになってんだかちょっとわからない。すごい、あ、っていうかなんかこの後ろ帽子かぶってる？わかんない。それのお洋服がこちらです。ちょっと黄ばんでますけれども。この洋服好きでどのくらい着たかわからない、なんかこの黄ばみ具合で、ね、それがわかります。パンツになってるね、下が、うん、すごく面白いね、これで。それでこのフリルのところはなんだかとっても素敵ですよね、昔風ね、ちょっとね、古典的。これちょっとクリーニング出しましょう。しましょう。あとこれはソービーズの刺繍のお洋服です、ね、
これモダンだけど日本のなんか着物の感じの色使いも感じられますよね、うん、すごくこう東洋的な色合わせ、これは竹ビーズを全部横に交差して、うん、こんなの着てベスト10出てたんですよ、うんね、こんな状態なのに大変でした。大変でした、ね、大変ですよね。そうこれ綺麗ですよ。これ綺麗ね。覚えてますか。これは覚えてます。上がレースになっていて、でここからこう切り替えてこのプリントの生地を使って、ね、そしてこういうところは全部アップリケしてるんですね。この模様を切り取ってアップリケにしてレースの上に、ね、うん、すごく重いの。結構あの竹ビーズでね刺繍するとやっぱ重さがかかりますよね。下がね竹ビーズだから、うん、本当だ、綺麗ですね。お袖をこういう風なレースになったのがすごいね。そうですね、うんうん、そしてですね、そうこれはいいですね。なんだかこの洋服すごいわね。なんかねかっこいいですよね。これなんかの賞かなんかいただいた時かなんかに作っていただいたものかもしれない。これもでスカートがねなんか面白いことになってるの。何段重ねっていう、ね、切り返しも不思議な切り返しですね。退屈しないようにね。退屈しないように、うん、後ろは引きずるようになって、ちょっとしたお姫様ですね。お姫様ですね、うん、すごい生地のねこの織りも綺麗ですよね。ね、うん、これはすごいです。これはね割とベスト10終わってからのですよね。これは先生の最後の賞の時だと思います。あ、そう最後の賞でね、うん、たくさん並んで何人もの同じ色違いの人がバーッと出てきたの。あ、蝶々のやつで。そうそう、うん、先生がねどれがいい徹子さんね欲しいの差し上げるわっておっしゃったの、うん、それでいろいろ見ててねどれも良かったんだけど黒が一番いつまでも着られるかなと思って黒にした。うん、素敵ですね。すごい刺繍ね、これ。ね、すごいですね。この裾の方の刺繍見て、これ、うん。すごい綺麗です。すごい綺麗。綺麗ですよね、これね。すごく、うん、テクニックがものすごいですよ。そう、すごいわね。うん、そしてこれ、ね、先生があの日本のね、文字を使ったドレスっていうのもたくさんお作りになってますけれども、これ徹子さん受賞式とかに着られて。ギャラクシー賞でしたっけ、はい、すごい素敵で。これもやはり中は上がシフォンで中はシルクのサテンにプリントしてあって、ね、で上にこうかけると同じ位置に、ね、同じ位置に来てこれ蝶々ですよ。本当だ。下は本当蝶々ね。うん。一時は先生の目立つよねこういう時ね。そうですね。最後に一つ珍しいもの、これ徹子さん昔おっしゃってこれ覚えてらっしゃいますか。うん、これね久保田一築さんが着物じゃなくて洋服にあの一築辻が花を染めたものの毛を生地ですね生地を私にくださったの、うん、それで森先生のところに持ってってお洋服にしていただいた。デザイナーの森花先生のところにそれを持ってお洋服を作ってほしいってお願いしに行った。そう、はい、本当に、はい、私知らなかった。こちらです。こんなにあのあれだったのね、厚い生地だったのね。でもこれもシフォンですよ、シルクシフォンです。あ、そうなの。はい、わあすごい。これね、一築辻が花のもう特徴の一築辻が花です。それからこの辺のところも。こんな感じになるんですね。これは合作。合作。久保田一築辻が花と森先生のこれはね珍しいですよね。ないですもんねこれね。こういうなかなかお洋服には染めない方なんですけど、うん、私にはねお洋服にいるでしょって言ってね染めてくださったの。あ、この辺りの袖のぼかしとかこの後ろなんかもぼかしてるね、すごいですよね。綺麗。あ、こんなんだったのね。うわあ、なんかの時に今度着よう。森先生亡くなってとっても悲しかったし、本当になんかこう大きな穴が開いたような感じがするんです。もういらっしゃらないってことがね、
いつもあのご飯なんかに呼んでくださって、うん、有名な方がいらっしゃると先生のうちに大概行くでしょ、うん、サミー・デイビス・ジュニアとか、うん、有名な方全部先生のうちで会わせていただいたの。それで先生があのいつもそのお呼びになった方の隣に私を座らせて、うん、娘や娘やって先生がおっしゃってあのあなた相手してちょうだいっておっしゃって、私が一生懸命相手したりなんかしたら、そういういい思い出があります。そういう時いつも呼んでくださいました。ジバーシーさんも森先生のお宅でお会いになったんでしょ。オードリー・ヘップバーンさんがいらっしゃった時に、ほとんどの有名人は森先生のところでお会いしたと思います。でも娘や娘やだって言ってくださったんです。座持ちのいい娘だったんですね。そう、すごく、ね、座持ちのいい娘だったんでね、本当面白かった。懐かしいですね。懐かしい、まあ、森花屋先生を偲んで素晴らしい方だったんで、いらっしゃらないと思うと本当に悲しいですけど、まあお作品は残るんでね、というわけで、はい、今日はこの辺で、それでは皆様そういうことでごきげんよう、さよなら。バイバイ。